では次、助動詞マストの説明をします。マストにも2つ意味がありますが、まず最初1番目の方だけ説明します。1番目の意味には義務で何々しなければならないという少し強い意味が含まれます。マストも助動詞の仲間なので、必ずマストプラス動詞の原型です。まず肯定文です。あなたはもう今家に帰らなければならないという文です。 You may go home now という文になります。こちらは否定文です。否定文になると must not 動詞の原型という形ですね。 You must not call Linda、 これは否定文になると意味が何々しなければならないの not の言い方なので、何々してはいけないという意味になります。では みんなが中学校の時には must イコール have to と習ったと思います。 have to も何々しなければならないという意味です。ではすべて言い換えてみます。 You must go home now。 この文章を have to で言い換えると、 You have to go home now に変わります。 have to も助動詞の仲間と考えて、 have to の後は必ず動詞の原型にします。ではこっちです。否定文です。 You must not call Linda にしたいとき、今度は have to not にするのではなく、 You don't have to call Linda という形にします。これだけ少し特別な形になるので気をつけましょう。Don't have to 動詞の原型という形です。意味も若干変わります。これは何々してはいけない、何々してはダメという強い言い方ですが、 Don't have to になると、何々する必要がない、あなたはリンダに電話する必要がないという意味になるので少し気をつけましょう。